はい、どうもこんにちは。F0 やっていきたいと思います。まあ、前回もね、F0 動画撮ったんですけれども、その時はね、飲酒運転しちゃって、それについてちょっと、ね、ちょっとお国の方から怒られてしまいましたので、今回は普通に走っていきたいと思います。はい、もう、道交法しっかり守って、もう怒られない、そんなね、F0 動画やっていきたいと思います。まあ、ブルーファルコンでいいでしょう。で、ナイトリーグのビギナー。いや、今回はちゃんとね、改心したっていうところをみんなに見せたいんですよね。はい。見ててください。ちゃんと法定速度守って、60キロぐらい。たまになっちゃって70キロ出ちゃうのはちょっと見逃してほしい。こればっかりは見逃して、80はちょっと怒られてもいい。ちょっと周りが速すぎて、おかしくない？じゃあ、向こうをまず検挙した方がいいんじゃないか。ここ、ちゃんとね、左側走ってるのに。いや、おかしくないですか？ここ別に高速じゃないですよ。普通、一般道路のはずなんですけどね、なんか皆さんが爆速で走って、こうおかしくない？なんか200キロぐらい出てないか、あっち。おかしいと思うんですけど。は？ちょっと検挙してくださいよ。僕の飲酒運転すぐ検挙されたのね。なんでこんな、みんな、走って文句言われないんですか？やばいやばい。え、おかしくない？早く捕まえろよ！早く捕まえに行けよ！俺こんなにちゃんと走ってるのに。おかしいだろ。ちょっと、あ、え？ふざけんなよ。はぁ、俺だけ検挙されたんだけど。俺、ちょっと待って、他の人なんか、法定速度200キロぐらいオーバーしてる。俺なんかたまたま10キロオーバーしたの見つかって。捕まったんだけど。まあ、クリスマスの日にこんな動画を撮ってる。俺への当てつけかのような言うロストですけどもね。皆さんはね、こんな男にならないように、いいクリスマスを過ごしてください。それでは、お疲れ様でした。バイバイ、メリークリスマス。